VUITTON に続いて YSL が、紫輝くんの美容液愛が話題。紫輝くんの魅力が詰まった YSL からのプレゼントに、美容液好きなら誰もが驚き。紫輝くんの特別な日に、YSL とハイブラからのプレゼントが興奮を呼ぶ。紫に包まれた魅力的な世界に浸る喜びが広がっています。VUITTON 様に続き、 YSL 様からの素敵なプレゼントも手に入れ、その笑顔は本当に幸せそのもの。左端に輝くのは、なんと、あの有名な美容液。物欲センサー全体。平野志陽さんが大切にされる企業様に心からの感謝の気持ちが溢れています。フォロワーもどんどん増え、その人気は不動のものとなっています。紫輝くん、フォロワー413万人達成おめでとうございます。そして、YSL。 様からのお誕生日プレゼントも届いて、まさに素晴らしい瞬間ですね。これからも良いことがたくさん訪れることでしょう。紫輝くんの素晴らしい人柄を知るファンの皆さんにとって、その存在は自慢の対象。YSL ビューティー、様からの贈り物を披露してくれたのは、本当に嬉しい瞬間。左端のアイテムは、なんとおしゃれな洗顔アイテム。高級なクリームにも物欲が湧いてきますね。 魅力的なパープルの世界に浸りながら、VUITTOM 様からの贈り物に続き、YSL 様からもプレゼントが舞い込んできた興奮冷めやらぬ中。そして、左端に輝くのはあの有名な美容液。どのファンからも愛される紫輝くん、本当におめでとうございます。紫輝くんの魅力的な人柄を知ることで、彼を支持するコミュニティの存在が自慢となっています。 その人気を支える素晴らしいエピソードに焦点を当て、これからの成長に期待を寄せています。おめでとう、紫輝くん。ファンとしてこれからもあなたを応援しています。そして、紫輝くんの誕生日プレゼントにハイブラ様からも贈り物があるという興奮の中、彼の魅力に引き込まれたファンがインスタを通じて嬉しい瞬間を共有しています。これは商品の紹介だけでなく、個人的な瞬間に焦点を当て、 ファン同士の交流を促進させます。いつも会いたいと思えば現れる紫輝くん。その存在は本当に大好きですね。サンローランの美容液はコスメオタクたちに愛される名品。これが同盟シリーズの洗顔アイテムかもしれませんね。でも、どちらもおすすめ。最近は物欲が増してしまっていますが、美容マニアならではの悩みですね。同盟の洗顔とクレンザーを購入して大正解だったという声も。 肌が喜ぶ様子に大満足。高価なローションやクリームも魅力的ですが、頑張って働いて手に入れたいという夢も、紫輝くんと一緒に仕事ができる企業に貢献できるよう、今年は頑張ります。自らの不真面目さを明かす余裕も笑顔で、すべてのコスメとスキンケアを YSL に揃えたいくらい素晴らしいアイテムばかり。破産しそうなくらい笑い。また、ファン同士の楽しい交流や、 サントリーのせいで今日は仕事ができなかったという洗い話もお楽しみください。今日は私にとってとても楽しくて幸せな日です。紫輝くんの世界は単なる商品の紹介を超えてコミュニティとファン同士の結びつきを築く場としてますます豊かに広がっています。これからも素敵な瞬間がたくさん訪れそうですね。